どうもとピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエトスタトスロゴス。さあ始まりました、ピスタチオのエトスパトスロゴス、シーズン4でございます。4おー、いいですね。始まりました。よー4ということで。シーズン4始まりました。始まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あんまりギャラリーはいないですけど。ありがとうございます。すいません、手を振ってね。お子さんがいますんで。お子さんがいますんでね。我々には見向きもしてないお子様に我々から手を振ってありがとうございます。変なおじさんいるなっていう目で見てますけども。で、無事にシーズン4始まりまして。嬉しい、始まった。ちょっとルールが変わりましてね、シーズン4から。とうとうジャグラーじゃなくなるという。いやいや、ジャグラーなんです。どうでしょうか。ジャグラー番組だから。ジャグラーですね。はい、はい、ジャグラー、全12回ジャグラー打ちまして、はい、ビッグとレギュラー、はい、それぞれですね、33回大当たりを目指そうという番組でございます。それぞれ33回。それぞれ33回。行くんじゃないですかと思うでしょ。はい。各回、はい、ビッグ担当、レギュラー担当を決めて、はい、ビッグ担当、レギュラー担当、うん、だからということは。ビッグ担当になったら、はい、僕がレギュラー引いたら、カウントされないという。はい、ということは、私がレギュラー担当の場合は、うん、ビッグいくら引こうが、うん、ビッグは0回で、うん、負けしかないためですか。そういうこと。そんなことあるの？いや、ありがとうございます。そんなことあるんですか。そんなことあるのよ。うう、ってことはもうこれ最初にどっちを選ぶかかなり重要ってことですね。そう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 。いやだからこれ複雑なのよ、うん、これだからそのルールでいくとさ、うん、悪いよこれも。また自腹でやってるわけじゃない。そうよ。負け担当になった時よ、うんうん、ビッグ引いても喜びたいけど、うんうん、カウントされないでしょ。複雑よ。喜んじゃいけないってことになってるから。複雑よこれは。で、毎回、はい、このオープニングで決めます。なるほど。ビッグ担当、レギュラー担当。わかりました。まだ決まってないからね。はい。どう決めますか。じゃあもう毎回僕がビッグでいきます。ダメです。絶対言うと。気持ち的に。絶対に言うと。気持ち的にいきましょうよ。いやいや、それは俺の気持ち的にも。気持ち的にいきましょうよ。ダメですよそんなもん。俺もビッグ担当なりたいから。小沢さん、ダメよ、勝手に決めないでよ。ビッグ担当します。はい、別にいいけどね。俺全然自腹だからビッグ揃えても大喜びするけどね。いじっちゃそんな嫌がってる。それは、ここは嫌がってる。ビッグやりたいですよね、うん、やりたい。じゃあいいでしょうがないですよ。いや面白くねえな。だってそれはだってもう喧嘩とか一番この余計なことの喧嘩とか揉めたくないもん。喧嘩するつもりないけど、うん、じゃあシンプルにじゃんけんとかでいいじゃん別にそんなもん。いやちょっとそこで運使いたくないよ俺じゃあいいのね、そこで。じゃあもう1回目貴重な府中店さんですけど今回。はいはい。じゃあ私がビッグ担当していいのね。どうしようかな。じゃあ早くしろよ。だって早くしろよそれ言われたら。じゃあもう、じゃあ分かりましたよ。何、なんかもう、うん、普通に聞くのおかしくないですから、うん、やっぱ若かりし頃思い出しましょう、うん、もう新しい靴ですよ、はいはい、お乳の靴だから俺あんま汚したくないけど、うん、これポンってやるんでこうなるかこうなるか決めましょうよこうなるかこうなるか。いやいや、新しい靴汚したくない。汚したくないの。じゃんけんでいいじゃん。汚したくない。もう本当にそれぐらい俺はもうこの番組かけてるっていう表れですよ。いいですよ。新しい靴をこんな蹴りと投げるわけですから僕がいいよ。じゃこれをこう上げて、じゃあもう圧倒的やっぱこれがいいですから。いいですよ。だから僕がやりますんで、はいはい、でどっちがいいですか。いやだ、いじっちゃんの靴だから。いじっちゃんの。いやもうこっちのはもうこれだけ、うん、あとはもうどう横に行っても、うん、権利があります。はい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 、どっちでもいいよ。いじっちゃんの靴だから選んでいいよ。選ぶ権利はいじっさんにあげるよ。じゃあもうあえての、圧倒的これが出ますから、うん、そうよ。あえての、じゃあこっちが出たら小沢さんビッグ。あ、なるほどね。それ以外こうなんか違うやつが出たら僕がビッグにします、うん、はい、わかりました。じゃあいきます。はい、それでは、はい、一発目いきたいと思います。お願いいたします。よーっぽいあー、小沢さんでした。そりゃそうよそりゃそうよそりゃそうよ。自分で選んだから。もう自重が圧倒的下なんだからそりゃそうよ。自分で選んだんだから圧倒的に。じゃあ今回はビッグ担当、はい、すいません、レギュラー担当、ね、レギュラー担当でお願いします。はい、ということで、はい、どうなるか分かんないですけども、はい、シーズン4も頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、それではシーズン4開幕いたします。今回も楽しみに見てね。見てね。あ、すいません。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。あー、いい。お願いします。よし、行きましょう。よし、いますよ、いますよ、僕の天敵がいますよ、あそこに。これするか、前ジャグにするか。ここ行くか。俺これにしようかな。昨日出てっから、こうやってこれとこれが出てんだな、昨日。
本当だ。じゃあじゃんけんで勝ったやつが好きな台選んで負けたやつの隣にしようか。最初はグーじゃんけんぽん。これじゃあ俺こっちでいい。いいよ。さあ台も決まりましたのでいきましょう。早速いきましょう。いきましょう。はい。また幕開けか。そうですよ。また幕開けちまったな開けたくなかった、ね、開けちまったよ。またちょっともう終始つけようかな俺ちゃんと。なるほどね。今シーズンは確かに大切かもね。小沢さん多分前回シーズン負けてるよ。いやそうです、負けてます負けてます。いきましょう。はい、せーの、せーの、トラジイツ。なんか久しぶり、久しぶりな気がするね。なんか今すごいドキドキしたわ久しぶりすぎて。なんかあれだよ前回がさ、うん、パチンコだったから。そう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 。だからすっげえ久しぶりな気がする、うん、ジャグラーなんか帰ってきた感じするねこの感じ。横並びで最初ってやっぱちゃんと出したいもんな、うん、ちゃんと収集は出してないけどシーズン3はどうでした？俺どうだったんだろうな。前半調子良かったね、後半いまいちだったからな。そう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 。多分トータルしたら、うん、トントンかちょっと勝ってんのかな。ちょっとぐらい勝ってるかも、もしかしたら。ちょいプラ。僕はもう序盤すごい絶不調でしたからね。はい。だからシーズン1の頃の俺からしたら考えられないけどね。負けて当たり前だったからやっぱり。あ、そういうことね。その頃からしたらもうだいぶ成長はしてるよ。成長しましたね。やっぱ立ち回るようになったからちゃんとね。やっぱ引っ越しの意地と呼ばれる。いやいや呼ばれたことないです。男になりましたよ。一回も呼ばれたことなかったです。だとしたらもうその本編中に何回か言っててくれないと。一回も今急に思い出したかのように、うん、思いついたかのように引っ越しの意地って言われても一回も呼ばれてないんで。あ、呼ばれてなかったですか。すいません。あ、そうですか。ヤドカリイジチとは呼ばれてたけどね。呼ばれてないです、全然呼ばれてないです。あの大移動早すぎて見えないって言われてたからね。音速のイジチって言われてた。言われてないです反復横跳びのイジチって言われてた。いやいやいや、もうこっち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 もう3台打ってたつもりおかしいでしょそんなやつは。なんか今日もね、始まる前にちょっと大移動宣言はしてたもんね。いやそう、本当はこの右隣打ちがあったのよ。そうだよね。でまあそのちょっと新シーズン開幕するということで、うん、今回小沢さんがこちらを選んだということで、はい、まあ、隣で打とうかなという光りました。って言ってたら光りました。おめでとうございます。ありがとうございます。50回転小沢さん、はい、バケビカですそれ。え、それバケの光です。そうなんですか。ライトがね、うん、若干、うん、若干薄いですね本当に。はい、バケビカです。いい光よ今これ。いやちょっとバケです。いきますよ。じゃあ幸先がいい、いい、ほらビッグでした。何言ってんの。ビッグでした。シーズン4始まった。ありがとうございます。はい、おぉ、イジさん、はい、バケの光です。いやいや、ビッグです。いやちょっと薄い。この後ろにビって書いてあるもん、カタカナでビって書いてないけどな。でも俺ビッグ、俺はバケだったらいいからね。そう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 、そうバケだったらいいわけだから。そうだからビッグだって嬉しくないってことだもんね。嬉しくないよ。なるほど、うん、バケってことだもんね。うん、よし。あ、ごめん、目押しミスってるからね緊張しちゃって久しぶりで。いきます。はい、でもなんかすごい複雑。なんでビッグで幸先はいいんだけど、うん、あ、バケで幸先はいいんだけどさ、うん、なんかレギュラーで幸先はいいってなんかちょっと複雑だわこのシステム、うん、なんかやだなーい。第1回目にしてシーズン、やっぱこういうルールを思いつくっていうのがやだな。少年の悪さが出てるここのスタッフの喜べないな。本体よやっぱり喜べないなでも俺マジで最近プライベートでパチンコ屋にばっかいるからさ、はい、パチンコばっか売ってっからプライベートで、うん、リアルに、うん、そうね、実際ね。でスタッフさんがさっき聞いたら、うん、はい、
もう今年に入って50ぐらい負けてますよって言ってたから、うん、あんま冷たく当たんないようにしてんだ俺パチンコはやっぱ乃木パなんですか。いやいや、最近はもうあの高須院長高須クリニックです最近ちょっとどんな魅力を教えてもらっていい？やっぱ高須クリニックの、うん、高須クリニックはやっぱりどんだけあの高須院長が、うん、やっぱり自分のことを好きかっていうのが分かる台です。やっぱあれは俺数えたんですよ俺、はい、あの台、うん、一つの台に、うん、高須院長果たして、うん、高須院長の写真とかこうプリントされてんだけど、はい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 、果たして何高須いるのかなと思って調べたんですよごめん何人じゃなくて何高須なんだ高須いるかなって真ん中の役物とかは抜かして、うんうん、こうね、はい、写真だけの高須院長を調べたら、うん、確かね、うん、旧高須でした人台に旧高須いるからね。いるね、ギリ両手で収まる。いや多いんですよ。いるね。まあねメインはやっぱガローとか打つんだけど、ガローとか、はい、まあ乃木パも打ちますし、はい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 、まあ結構いろいろと打つんですけど、うん、最近は、うん、高須クリニック、うん、ハマってますね。違うでしょ最近は。うまい棒？本当はうまい棒でしょ。うまい。ボボ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 うまい棒なつ。やっぱもうそれ口ずさんじゃってる時点で一番好きなのはそれなのよやっぱ。でもこれうん、今ね、うん、やってない人が聞いたら、うん、うまい棒棒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 って、うん、俺が今、うん、やってない人はね、うん、いきますよ、うん、うまい棒棒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 ここですポイント。うまい棒棒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 棒じゃなくて、うんボー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 。ここ速くなるんです。ここが一瞬だけボーが速くなるっていうのがポイントです。あのごめんなさい。ボー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 ここです。ありがとう。おー光った。やめてよ俺のさ。いきますよ。パチンコを松なぎにするのねありがとうね。うまい棒の説明中に。はい2連ちゃん来た。絶好調。バラシー君ですか。あーもう最高でございますよ。あれやります。そのうまい棒のもう一回聞かせてもらってよろしいですか。うまい。ボボ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 ちょっと少ないですけど、まあ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 でもまあそういうことですよね。そんな感じさ、はい、おい10回いいね。これ来ちゃうよ来ちゃうよ。これまたビッカでやばいよ。来ちゃうよ。ビッグっぽいよ。ほら来ちゃった。やばい。ほら来ちゃった。ほら来ちゃった。やばいね。やばいね。やばいね。やめてください。何も言わず平気で後輩に逆に自分のみたいにやるの。コットンキョンの説明してくださいちゃんと。おい光ってる。コットンキョンありがとう。すごいね。コットンキョンのギャグやばいねでした。素晴らしいじゃん。素晴らしいね。あ、まあ、まあまあね。しゃあないしゃあまあ全然あれ旅立ちます。なるほど。やっぱちょっと当初の、なるほど、一番最初に打ちたかったこっちに移動します。出ました。引っ越しの意地言われてないですさっきちょっと言いかけたんですけど、はい、そのうまい棒の音にどっちの方がうまくボボボボボボボって言えるか対決します。ボボボボボボボ。はい。どういうことですか。あの漫画のボボボボボボボってあるじゃないですか。ありますよ。うまいボボ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 ボ。うまいボーナスでしょ。はい。そのボボ言ってる時に、はい、うまいことボボボボボボボって入れてくださいっていう。うまいボボ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 ボ。はい。いやいや、そんなあっさりさ。いや。用意スタートでやろうよ。それを二人で。言えますから。言えるもんだって。いや、どっちがうまいこと入れれるかっていう。おー、ほら光った。絶好調なんだけど。
いや絶好、小沢さん、何スロット絶好調ですけど、お笑い絶畜症ですよ、小沢さん。なんすか、そのなんすか、ボボ、うん、ボー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 に、ボボボボボボボ入れるっていう意味がマジで、ちゃんと入れられたら勝ちっていうゲームよ。面白そうじゃない。ちょっと一旦じゃあごめんなさい、揃える前に一回見せてもらっていいですか。うまい、ボボ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 、うまいボーナス。入れれてないし、入れれてないし、これこれやりたかっただけ。うまい、ボボ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 。楽しそうじゃん、楽しそうじゃん。いやいや、いきますよ、ビッグ。ほえ、すげえ、すごい、やばいね、やばい、すごい。33回もういっちゃうんじゃないの。あの、ごめん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 、それはいかないです。あの、喋って、ごめん。あの、その感じ出されると本当にやばいなと思っちゃうから、こっちが変なこと言ったのかなと思っちゃうから、はい、ごめんごめん、喋って行くかとかが欲しいのよ。あ、ごめん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 、やめて、それその感じ。え、その感じ。あ、これでも今33回行くかのことに対してやったわけじゃないですよ、うん、さっきのボボボボボボボの件についてやってるだけです。しつこいね、ずっと言うじゃん。あ、やだな、それ、あれ何だったのかなに対する声です。あ、やだやだやだ、やめてやめて、そんなえぐるような真似しないで、ビッグ後に。あの件は、うん、ヒドヒードヒードどうでったの。あ、やばいね、 あの件は。あら、ありがとう、今俺のケツを拭うために滑ってくれたんだよね、もちろん。ヒドドードドードー。あ、よかったよかった、はい、ありがとう、やっぱ相方だな。このあと、あと1万円入れるけれども、うん、1000円で来なかったらやめます。あら、1000円、伊地さんまだ1回か。はい。いやいやいや、なんです。いやいや、全然そういう意味じゃないんです。なんか文句でもあります。いや、全然全然全然、かわいそうだなと思って。じゃ変わってくれます、じゃあ、だったら。だとしたら、あら、移動します。あ、移動だ。小僧の横にでも行くか。あ、なるほど、小僧の横。あとちょっと小沢さんに俺聞きたいことあったんですけど。何ですか。小沢さん、お子さん生まれたじゃないですか。はい。それなんかそのタイミングぐらいに、なんかブログ始めるみたいなこと言って、はいはいはい、ノート始めたじゃないですか。始めた。そんでなんか子供の成長記録をつけていくんだみたいなこと言って、言った、始めてたじゃないですか、うん、でも小沢さんって、うん、なんか結構何事もすぐやめちゃって続くってことないじゃないですか、うん、それで俺はどうせやめるでしょって言ったら、いや、これはごめんだけどやるんだ、うん、俺はごめんだけど続けるんだって言ってたじゃないですか、うん、最近更新してるの見たことないんですけど、うん、あれどうなってる。更新してないですね、最近。まあ、早めにね、見てくださってる方もいらっしゃるだろうし、はいはいはい、始めたいなと思ってんだけど、はい、まあ、早くて3年後。いや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 、うん、ストップ。だって偉いよ、ちゃんと小沢の奥さんも同じぐらいの時にちょっと前ぐらい始めて、うん、奥さんは未だに更新してるから、ちゃんとブログね、ブログを。ごめん、確かにあなたのおっしゃる通りなんだけど、はい、小沢家の事情詳しすぎない。いや、だからそれは相方だからね。それは見てるじゃん。見ず知らずの33歳のおじさんのことなんて俺別に知らないけど、うん、まあそれ相方のことですから、それは知っとく。いやいや、知っとかないとと思って、やっぱり。なんで全部見てるの。なんかだからね、うん、なんかここに話の題材があるかとか見るわけですよ、いろいろと。してますかと、逆の小沢さん。ほら、光った。俺がこれピスタチオ愛だよ。いじちのピスタチオ愛がこれよ。愛で光ったの、それ。そうよ、頼むよ。だから俺もうばっかりビッグじゃ喜べないから。いや、ほんとそういうことよ。バケじゃないと俺喜ばないからね。よし、よかった、よしよしよし、よかったね、ちゃんと2回目丁寧に振って。よかったね、今度こそビッグで、うん、あの声でかすぎて後ろの人びっくりしてたから。あと、小田さん、何ですか。これだけ言わせてください。はい、もうエトスパートツロゴ30何回以上やって、はい、芸人10、もうそろそろ5年目になるんですけど、15年目でございます、ね、一応ですけど、僕こっち側にいるんですけど、うん、小沢さんのカメラあっちなんで、うん、カメラにせ、ずっと後頭部を見せ続けるだけやめてください、小沢さん。
や、小沢さん決め顔してる時こっち向いてるから、ちゃんとちゃんとで、どうせこの番組、はい、あの俺の顔なんて撮ってねえんだから。なんでか分かります？なんでですか？撮れ高です。結局ね、結局ね。でもこのまんまだと化けがまずいね。そうだよ。ただ今日はやっぱビッグ稼いでるし、しかも77回転、素晴らしい。これはあるんじゃない？何があります？末広がりの7、末広がりの7、うん、8です。そうだ、ごめんなさい。やめてください。で、あの末広がり頭脳7って言ったから、はい、もうお互いにぐちゃぐちゃ。やめてください、小田さん。光りましたよ、はい、よっしゃい、素晴らしい。ほらね、確かにバケ1回だからね、やばいよ。やばいね。平均だからね、3回取っとけばぐらい取んなきゃいけないね。そうだね、3弱ぐらいは、うん。しかもやっぱりさ、シーズン4まで経験してさ、はい、全然出ない時もあるじゃん、もちろん、はい、はい、もちろん。で、稼げる時に稼いでこないと後々厳しくなってくるからね、やっぱりね。はい、おお、はいと。俺もだから化け以外はマジで喜ばねえから、うん、自腹よりも番組のことを書いていくから。ありがとう。ビッグじゃ、化け以外は俺喜ばないから。ビッグじゃ喜ばないからね。よっしゃー。丁寧にやりすぎて途中ちょっとビッグと化け間違えちゃった。でもこういうことなのよ、やっぱ。どういうこと？自腹でやってるから、うん、一旦このちょっと余裕を持っといて。なるほどね。一旦このメダル余裕持っといたら、こっからもう負けタイムですから。だからもう次だよね。だからやっぱ継続とかちゃんとして、ちゃんとやってくって、ずっとやってくって。俺の目標はやっぱりあの、うん、このエトツバトツドゴツを向こう10年やってくってことが目標ですから。あ、そうですか。1年とかで10年、10年向こう10年、うん、エトツバトツドゴツを続けるっていうのを目標やってますから、僕は。なるほど。そのためにも継続させなきゃいけないんです、うん、だからそのためにはバケ引かなきゃいけないんです。それは本当だね、はい、僕持続させますから。あ、さすが小沢さんのノートと違って。さすがです。じゃあここで小沢さんに問題です。何でしょうか。最近毎日のようにパチンコ屋に行ってるピスタチオ伊地知さんが、はい、パチンコ屋さんで一番見かける芸人は誰でしょう。あ、まあ、みんな打つしね。結構打つ芸人多いよ。そうじゃん。パチンコもスロットもやる芸人多いよ。うん、金星有宗。金星有宗。違います。金星有宗じゃないの。金星有宗違うし、うん、知ってる人が何人いるのかっていうのもちょっと気になります。え、どこだろう。え、ヒント、あの場所どこ。新宿です。新宿。やめてよ。何、俺の番来ちゃうじゃん。俺のファンがいっぱい来るからやめて。俺もプライベートで打ってん時邪魔。言わせないでよ、邪魔されないじゃん。 あ、いないです。え、大丈夫です。あ、いないです。ごめんなさい。ゼロ。 かつてのファンどこ行ったんですか。いないかつてのファンの方見てますか。いないよ。戻ってきてください。誰だろうな。新宿ね。だ、まあ吉本本社近いですからね。近いね。だから結構誰でもあるね。誰でもあり、吉本芸人なら誰でもあります。分かった。中山浩太さん。違いますね。違う。もう正解発表しましょうか。分かんないな、誰。正解はいいですか。はい、はい、相席スタート山添です。うわ、ちゃんとイメージ通り。うわ、いた。はあ、山添。でも悲しくなるよ。何、お前もうよく会うから、うん、お前またいんのかよっつって、うん、いやいや、いじりいこといるじゃないですかっつって、うん、で、お前どうしたのっつって、うん、あ、今ちょうどラビット終わりで来たんですって。ラビット終わり大体来るんだ、あいつ。ラビット終わりに来て、うん、そして何が悲しいって、うん、俺はもう朝一から、その間、はい、山添はラビットやってます、はい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 、で、昼ぐらいに山添来て、うん、こう話しますちょっと、うん、で、お前この後はっつったら、夕方から何々の収録でとか、
夕方から夜の7時から何とかの仕事でっつって、うん、あいつは途中いなくなるわけです、うん、僕閉店まで言いますから。悲しいよお前。いやいやいや、ね、そりゃ悲しいって。それは悲しいね。そんで、うん、やっぱすごいよ。何、山沿い帰るでしょ、うん、パー歩いてんじゃん。え、見たことあるやついんなと思ったら、うん、ザ・マミーの酒井ちゃんと、うん、ちゃんといます。あ、だから皆さん山沿い好きの方もね、うん、朝ラビット見てみて、山沿い出てたらかわいそうだよ。ダメだよ来ちゃうから。山沿いファンいるから。ダメ、来ちゃうから。山沿いのファンいんの？いるよ、山沿いのファン今いるの。今人気だから。ダメダメダメ。そうなの。俺はいいけど山沿いは外しといて。そんでうん、やっぱすごいよ。昼ぐらいの、昼から夕方にかけて山沿い、うん、夕方ぐらいに、うん、ザ・マミー酒井、はいはい、そして、うん、鳥を飾る閉店間際、はい、現れんのが、うん、何を隠そう2700の八十島さんさっ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 て。あ、八十さん新宿に手出しました。もう一目散にいたからね。あ、でも八十さんそんなには会ってないけど、数回だけど。八十さん一時期高田馬場の、ね、行ってたね。そう、パチンコ屋さんに住んでるっていう都市伝説流れしいるとかじゃない。お住み込みで。そうそう、住んでたらしいよ。でも自信持っている。一番いるのは私です。え、一番いるのは私です。そうですよね。だって絶対に全部の情報知ってるわけだもんね。だから俺別にあんまりね、うん、この番組以外で、うん、SNS でこう今日はどうだったとか、はいはい、パチンコ来ましたとかってつぶやいてない、うん、これが本当の、うん、スロッター。なるほどね。つぶやかない、別にその仕事にしようと思ってやったわけじゃないから、はい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 、ちゃんとやってる。なるほど。なので、うん、関係者の皆様お仕事ください。すいません、お願いします。いやいや、ここで言うんかいここで言うんかい。やっぱ俺最近この仕事以外でも伊地知さんと会うとやっぱパチンコの話してるもんね、ずっと。それはそうしてるんだから。伊地知さんね、小沢さん、うん、連載持たせてもらってるじゃん、パチンコの。はい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 。もっと打たなきゃダメよ。そしたらその記事書きに行かなきゃいけないから打ち行くみたいなスタンスやめてね。あれ冷めるから、見てる側からしたら。いや、そのあ、こいつやってないんだなってなっちゃうと、うん、これやっぱ釣りとかもそうなの。あ、行かれました。ほら、ちょっとお静かに。釣りとかもそうですけど。あ、お静かに、お静かに頼むよ。化け来い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 。よしよし、ありがとう。ありが、え、あれあれ、よし。いや、そうですね。よーし。あれあれ、目が笑ってない。小沢さん、投資は2000円。はい、投資2000。投資1000。1000円。1000円です。やば、絶好調なんです。だからやば。伊地知さん、投資は9000。だって9000。うん、喉大丈夫ですか。9000円。あら、でも全然いいよね。俺がいいから、うん、そうな、乗り打ちだからいいよね。全然乗り打ちじゃないんだけど。え、全然乗り打ちじゃないんだけど。コンビ間でそういうことやる、すごいよね。パチンコの時乗り打ちやったから俺も乗り打ちの感じで打ってたわ。いや、全然それは。うーわー、冷める。いやいやいや、全然乗り打ちじゃないです。自分が買った時だけ乗り打ちないっていうタイプか。自分が買った時だけ乗り打ちじゃないっていうタイプのやつか。いや、なんで2回同じこと言うのよ。何をどう言われようと乗り打ちじゃないです。釣りで例えるなら、うん、すげえ釣れる野池発見したのに次行ったら水全部抜かれた時ぐらい冷めるわ。知らんのよ、伝わらんのよ、釣りの例え。なんですか。釣りの例え知らんのよ、誰も。釣りで行ったら、うん、全員釣り好きだと思わないでよ。ダメダメよ。うわ、で、水全部抜かれてることなんてあんの。あります。冷めるわ、急に乗り打ちとか言ってくるやつ。冷めるわ。麻雀で国士やっててリーチ入ったから降りようと思ってラスハイのペー切ったらそれが当たりで上がられた時ぐらい冷めるわ。麻雀ちょっと僕分かんないですし、うん、乗り打ち冷めるわってことは乗り打ちでいいんですよね。ありがとうございます。
ダメです。ペコリ。ダメです。ペコリじゃない。ありがとうございます。言いましたもんね、今自分でね。ゴリエさん、ゴリエさん。ありがとうございます。負けてる時に急に乗り移って言ってくるやつが冷めるわって言ってんの。乗り移にする？はい。やだやだやだ。の。やだよ、やだよ、やだよ。今の性格悪いよね。するって聞いてきて、うんって言ったらやだ。やだよ。もういいわ。もういいわ。どうもありがとうございます。もういいです。じゃあちょっと萌えは選手権やろうよ。あ、いいよ。何ですかそれ。どっちがよりいい萌えかをカメラに向かって言えるか。ちなみにピスタチオは落ちてる分もいい加減にしてたしね。で、間を取って二人でありがとうございましたってやるのがネタの終わりなんです。はい、ちょっとやってみましょうよ、小田さん。いいですよ、わかりました。終わったってことがわかれば OK。 いや、もうええわ。あー、結構シンプル。シンプル、結構シンプル。しゃべくり漫才師がやりそうな、はい、もうええわですね。はい、それじゃあ伊地さんのもうええわいただいていいです ですか。はい、お願いします。じゃあ来週交互期待。ちょっと待って、ちょっと待って、そういうこと。あ、違う違う違う。え、何？もういいやわを来週やりますっていう。引き伸ばすっていう。もういいやわ。いや、なんか落ち台詞でありそうじゃん。あ、違う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 。あ、ごめんなさい。そういう、あの、ごめんなさい、ボケかぶりしてわけじゃないです。あ、その高度なボケをしたわけじゃないです。あ、そういうこと。来週っていうのでシンプルにやったつもりなんですけど、ごめんなさい、伝わらなくて。ごめんなさい。ちゃんとやりますよ、ちゃんとやります。ちゃんと、ごめんなさい。俺も伝わらなくて申し訳ない。じゃあ、もうええわね。もうええわ。じゃあ、行きます。一流にもうええわ。はい。もう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 、わ。うまい棒じゃん。なんですか。うまい棒でもなかったし、ちょっと。もう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 、わ。もうええわ。いやいや、そこまで言って。最初から。なん、最初からそこまで言ってよ。うん、パチンコスロット次にはこっちの方が刺さるかなと。まあ、刺さるよ、そら。はい。だってうまい棒なんだもん。これです。うん。ただ漫才のオチとしては0点よ。そんなこと言われたら。今まで、うん。うん、ボケの人がずっとボケて一回もボケてなくてちゃんと突っ込んでたツッコミが最後だけもう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 ええわボーナスって思います。どうもありがとうございました。もうボケの人間待ってる時間あるじゃん。これは俺、これは俺の勝ちだな。どっちがいいかちょっと、うん、ちょっと ねコメントでコメントでお願いいたします。お願いします。そしたら喜ぶもんね、俺らなんて。はいはい、お、危ない危ない。バケなんかね、うん、バケ、バケっぽいよね。バケっぽい気するわ。レギュラーだ。レギュラーっぽい。レギュラーっぽいね。バケ、ビッグだ。あ、ビッグか。嬉しそうだな。嬉しそうだな。感情の持ってき場難しそうだな。レギュラー担当の人皆さん、むずいよ。じゃあ368回ってる。まだ全然よ、選手が使ったんだよ。まだ大丈夫。そうだよね、上にもあるんだ。そうだよね、全然余裕よ。そうだね。うわぁ、500いくよ。500やだね。500やだね。怖いもんね、ちょっとそうなると。そう、やっぱジャグラーって300ぐらいから不穏な空気漂い出すもんね。ちょっとね、嫌な匂いはしてるよね。すごい幸先良かったからだよ、これも。負けてる感じする。いや、っていうかシンプルにビッグ担当じゃん、うん、平均3回取らなきゃいけないわけじゃん。そうよ。さっきの勢いやったら5回ってちょっと少ないく感じない？まあな、でも全然よ。まあ、5回取ってくれたからもうとりあえずもう全然その回数的には OK よ。まあね、平均3回だから、うん、全然もう満足で5回取ってくれれば。あとは終始と戦ってくれ。あなたが大丈夫よ。収支は全然プラスなんだから。まあ、そのはず。そう、1000しか使ってないから全然落ち込むことじゃない。優しいね。全然落ち込んでこない。優しいね、いじっちゃん、やっぱり。え？この自分もあんまり振るってない中、はい、俺は勝ってるよ。そんな僕を見かねて、全然大丈夫、頑張ってくれよと。一生俺の隣にいてくれと。小田さん、はい、言ってないですし、うん、途中から笑い出すのやめてください、ね、途中からニヤニヤしながらもう言ってんのマジでやめてください。その状況で言わないで、笑いながら、俺今から面白いこと言いますよって空気プンプンに出しながら言うのやめてください。
ね、いやもう久しぶりにボケるなじゃないんだよ小田さん。絶対言うじゃん。いい加減にして。振りまくって、ね。一生俺のそばにいてくれ。はい、光った。素晴らしい。もう黙ってくれてください小沢さん。小沢さん突っ込んでます台が。黙れ。ジャグラーが。ここ複雑な200だから1回ピック欲しいな。そうね。心の本当の心で言ったら。うん、いいよ。で100回転でバケネしたい。でもバケっぽい。でもじゃビッグだ。おい。でも俺ちゃんと向き合えてるかも。そう向き合えてる。今ビッグやった瞬間ちょっと落ち込んだもん。あら、そうかい。内心でも確かに内心ちょっと落ち込んださっきまでよっしゃみたいなのはないね。うん、うん、ちょっと落ち込んだ自分がいた。向き合ってたね。うん、成長しました。ちゃんとやっぱこうジャグラーからの気持ちに応えられてるかも。そうだね。恋と一緒かもこれ。あら好き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 って言われたらちょっと気持ち動いてるかもしれない。レギュラーにあと30分。おお、あと30分あればレギュラー1回引けそうだな俺。なんなら俺もビッグあと1回欲しいな。それ欲しいよねえ。まあ1回と言わずだけどさ。でもなんか6-1だから、あ5-1だから次化け光ったらなんかレギュラー来そうだな小沢の台。あでも一発光ったらちょっとまた連チャンする気がするんだけどな。おい、おーびっくりした今。レギュラーの気します。俺も今これ話した瞬間だったから自分かと思った。俺かなと思ったらタイミングよ。なんかごめんね。いや全もうしょうがないそれは。ほらおね取ったね3回とりあえずとりあえずなんか安心。ノルマ達成。とりあえず一安心。よかったよかった。しかもちゃんと予想通り50回で以内でだからちゃんと喜べる。確かに。そうやっぱ平均3回飛んなきゃいけない時にやっとちょっと618回。ここ大事。何だったっぺ。何今の。何だったっぺ。何今の。618回で当たったんだけど、うん、なんかちょっと安心した本当に。いや光ったらとりあえずな、うん、このまま終わんなくてよかったよ。そうそう一回リセットされるからね。うん。あとまだメダルがあるし。そう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 。これ全部飲まれた日にはもう本当に灰色になるから世界が。はい。ナイス。ここはもうどっちでもいいよ。うん。もうどっちでもいい。どっちでもいい。レギュラー来たら番組的に継続かとか嬉しいし、ビッグは終始が嬉しいし。もうこれどっちでもいいです。よし。ナイス。よし。どっちでもいい時にそういうの引くね。よし。素晴らしいね。小沢100以内欲しいね。100以内欲しいね。これ100回やるとまたやだよ。やだね。いやきつい。しかも時間もあと20分ぐらいですか。もうないんじゃない？15分ぐらいじゃない？15分。いやちょっときついな。ちょうど飲まれて終わるか、ね、小沢さん。このまんま出なかったら最悪の終わり方だな。まあ出るよ。出る。この下の残りの枚数で1回は出てくれるでしょう。石井さんって優しいね。もういいです最初のところから笑ってるんでもうやめてください俺も一瞬どっちかなって待ったけど今、うん、そうよねじゃあ結構考えてあげて、あげくよし行くかのタイミングで笑うのやめてな家でやってんじゃないんだからさ小田さん家で息子に向かってやってんじゃないんだから。違うの。喋れない息子としかやり取りしてないんで最近。おさんマジで、うん、最近いつ芸人と喋った。マジでね俺マジで喋ってないわ。1週間以上喋ってないでしょ芸人と、うん、本当にないと思う仕事以外でねない。仕事以外マジで何ヶ月も喋ってないでしょ。ない。本当にない。やめてよ小沢さん。あ、はい、あすごい55回。55よ55あるよ。55バケビッグっぽいなこれは、うん、なんかおバケだ。お膝いいですよ。4回。すごい。4回はでかい。でかい。4回はでかいよ。今動き出してもしょうがなさそうだしな。ちょうどメダルがなくなるか、うん、1回でも引けるかっていうのがもう
っていう勝負になってくるもんね。もうね、でも逆に言ったら投手戦ですから、うん、そう、まあもうビッグ5回は引いてくれてるから、うん、とりあえずもそのノルマは OK だとして、うん、あとは収支を考えた時に、うん、1回でも逆にバケ1回でも引かれた時は勝ちは勝ちですからね。勝ちです今日。伊地さんって優しいね。はい、バケだって言っててるしな。4回目し意味の分かんないけどマジでやめて。あのシンプル絡みづらいよ。あとやっぱ小沢さん、俺と逆かもね。何出てない時の方が喋る。あ、出てる時マジで喋んない。あんた、なるほど、あんた逆に。だからよく気づいたね。お笑い的にはあなた出てない方がいいです。小沢さんよく気づいたね。そういうことか。そう、俺あれだもん、気づかなかったそれ。俺常に喋ってないと思ってたから。いや、だとしたらダメ。いや、小沢さん一応見るのよ、エトスパトスロゴス。エトスパトスロゴス、エトスパトスロゴス見てる人も思ってたもんけど、うん、あれあんまり小沢とか使われてないんだってことじゃないの。あ、だから俺はそう思ってたんだけど、うんうん、あんなに使われない。どっちなの、あんなに喋ってるけど、うん、俺と同じぐらい喋ってるけど使われてないのか、うん、喋ってないのか、どっちなの。あんなに使われないってことは多分喋ってないんだと思う。喋ってるつもりなんだよ。だとしたら、うん、編集の方じゃなくて小沢さんの責任なんで、うん、だとしたら喋ってください。じゃ今までね、編集のせいだなと思ってたけど、はい、いい加減俺のせいだなって思ってきた。うわ、もうまた600いくつだっけ。18だっけ、さっき618の後の205。やだね、やだよ、きついね。しかもそこがレギュラーだからね。うん、でもなんかこれ投資1000円だから何とも言えないってこともあるんだよ。いや、全然まだ全然楽なのよ。そう、たとえ全部飲まれても収支的にはマイナス1000円でビーク5回引いてるわけだから。だからね、これでなんかイトピーにさ文句言おうもんならさ、いやいや投資1000円じゃないですかって言われて。そうそうそう、負けてはないんだよ。なんかなんだろう、このどこにぶつけることもできないこの感情。大丈夫、あと1回引かれせばいいんだから。5分ぐらい、まだ5分ぐらいあるから。なるほど、ラスト勝負よ。ワンペカでよ、ワンペカで。ワンペカ、ワンペカで小沢の勝ちが確定するから頼むよ。光りそうな気がする。なんだか今日光りそうな気がする。あると思います。打ってください早く。な、何ここで、ここで何のエラーで、なんて。でマジでこんだけあれば、ちょっと子役引いたら10回転回せっからあるぞ。確かに、まだなんか引かんじゃない。俺光りそうな気がする、最後の最後で。あら、そう、一発逆転。俺もそんな気がしてたんだけどな、ずっと。よくこのタイミングで出せますね、終了を。20枚ぐらいだよ、あとな。小沢さん、時間にちゃんとしてるみたいです。え、うわ、やめる。それだけやってください。これでやめるか。これもカウントにはならないですけど、うん、やってください。ボーナスカウントにはもうならないですけど、それだけはやっていいです。やるよ、そら。こっちはただ光ってもすいません、収支はいいですけど、カウントには入らないんで。カウントなんないの、こんだけよ。あと一応見ときましょう。もう終わってるんですけど一応見ときましょう、光るかどうかだけ。確かにな。はい、一回長引いた。光らんのかい。わざわざほんで最初あんだけ出てて、こんなことある。小沢さん実践終了でございます。お疲れ様でございました。おっす、おっす、おっすでございます。はい、さあ、はい、結果ですね。ビッグ担当私、はい、ビッグ5回ですかね。はい、
うん、まあ、平均3回取ればいいところ5回ということで、はい、よかったんではないでしょうか。素晴らしいです、はいはい、実際私実がレギュラー担当なんですけど、うん、はいはい、今回のレギュラー4回ということで、おートータル2台あ3台打って、うん、ビッグ5の化け4だったんで、うん、まあ、レギュラーが4回ということで、はいはいはい、はい、まあ、平均3なんで、うん、いいじゃないかと。まあ、だからそこのノルマは2人とも立って、全然もう全然いいスタートですよ。いいスタートのはずですが、はい、終始は私、はい、もう絶好調でしたよ。そうですよ、最初、はい、もう1000円投資で、投資1000円ですか、小田さん。投資1000円ですよ。ビッグ5連、ビッグ5連、バケ1、バケ16、はい、素晴らしい、はい、かと思いきや全部飲まれてやんの。ぴったり飲まれてやんの。全部飲まれてやんの。ぴったりなんだからな。ぴったりなくなってやんの。だから小田さん、ぴったりなくなって、こういうことですよ小田さん。なんだやっぱ私が、うん、乗り打ちをあなたに持ちかけて、はい、きっぱりと、うん、あなたが強い意志で断って、うん、この結果ですよ。こういうことなんです小田さん。あなた結果どうだったんですか、収支の結果は。私はですね、はい、9000円投資の550枚ということで、うん、ちょっとだけプラスという。乗り打ちだったよこれ。乗り打ちだったらちょうどトントンぐらいです多分。乗ろう乗ろう。いやいや、あれだ、もう神様見てるんですよ。人には優しくしなさいと。確かにあれからだもんね。なんかお互いの、本当にあれからよ。お互いあれからブワーってこうやって安定コーラたんだから。確かに俺それがブーって逆転しますから。確かにな、よくないな。もうこれ皆さん、はい、人には優しくしてください。本当に確かにこういうことですよ。あのいじさんがこんなこと言うんだから、皆さんも本当友達と行くときは絶対に、うん、僕みたいなことはしないように。そうです、調子乗っちゃいけない、はい、人って調子乗っちゃいけない。言ったら散々バレ言ったんだよ俺、うん、調子乗ったらおざわざよくないよって言ってんのに、うん、調子乗ってんだもん今日も。調子ダメよおざわざ。でも調子に乗るような出方したからな。ただこんな大負けしたみたいな感じ言ってるけど、うん、全然ですからね。そうなんだよ。だいいのよスタートは、ね、次のテンポを楽しみましょう。そうです、そうだね、やり返します。はい、行きましょうじゃあ。はい、というわけで、この番組見てる方、チャンネル登録、コメント、そして高評価の方お願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、というわけで次回もまた見てね。見てね。